このゲーム映像には超グロテスクでショッキングな内容が含まれています。ご視聴に関しては全て自己責任でお願いいたします。自分で自分の頭を持つ気分っていうのはどうなんだろうね。違う。まあすぐ信じやんな、お前すぐサボるか、お前ここで見ててやるよ。うわ、燃やしてくるわ、俺の頭。もう本当に自分の頭燃やしてください。いやー、ここでも水？ロドヤさん、ちなみにあと何ステージぐらいあるんですか、ここ。僕らが掃除しなくちゃいけない現場って。いや、もういくらでもあるけど。どこまでやるかがっていう話だから。まあ、そうです。あー、汚くなっちゃった。あ、でもね、早い。早いには早い。早いには早い。早いには早い。だってもう結構、こっちの辺、あとここもぶっかけして終わりでしょ、この部屋。そうね。え、でも、玉の後はどうすんの？え、玉の後はほら、なんて言いしますか。なんだ適当だな。だからこっちの広場の方の玉の後をどうやって発見するかですよ。そうだね。まあセンサー使ってね。ああ、いいんじゃない？これ上の汚れはもう、あるな。ある？あるある。緑色のエイリアンネーションが。こぼしてない？だ、言ったやろうが。誰だ、ここ設計したやつ、ほんと。言ったやろうが。やべえのよ。最低だよ、ほんとに。もう二度と設計するな、本当に。困ったもんだぜ、マジで。センスがない。あー、やばい、足ついちゃうから、まあいいか。ダメです。あー、もう赤くして、本当にここも。よいしょ。いやー、まあ、あれだね。モップなんか使わないで。欲しいよね。まあ、ほんとにね。なんでモップなんの？これ。いや、やっぱ気持ちがこもってるからね。え？気持ちがこもってるから。知らないよ、そんなの。どうせリセットされるんだから。間違いねえんだよ。どうせリセットされるんだから、もう。よいしょ。まあまあまあ、薬莢！薬莢あるじゃない！薬莢ありますよ、もう。誰、薬莢も。次のステージからレーザー兵器使え、ほんとに。いやー、あ、ここも汚れてんの、これ。あー、ここも汚れてる。ゲーム的に絶対やりたくない現場ってやっぱドゥームかな。ドゥームはやばいだろうね。ドゥーム、ドゥームだよね。ドゥームに当たった人はもうダメでしょ。まあ、ドゥーム送りにするからなみたいな感じ。そうだね。ドゥーム現場は多分相当もう地獄みたいな。いや、でもエイリアンの現場もアイソレーションの現場もやばいと思う、ね。ああ、アイソレーションの現場もやばいな。ロボットのしかも白い血液がもう、そうね、あれ結構飛び散るからね。確かにそうだ。いや、いいよ。あれ、アイソレーションがスイッチで出たとかなんかあったね。うん、アイソレーション面白いですよ。ぜひ皆さんやってください。僕とオトジャはやりました。やりましたね。超怖いからね、あれ。超怖いし、超難しいからね。うん。まあ、エイリアン、まあ、強いよねっていう、その。あ、いや、まあ、強いっていうか、勝てないからね。うん。撃退するしかない。やっぱそうじゃなくちゃね、エイリアンは。倒せるなんかちょっとダメなんですよ。でも、僕、エイリアンやってたときに、あれ、隠れて、あれができるじゃないですか。覗き込みが。ああ、できるね。覗き込みしないでクリアしましょう。やり方知らなかったんだっけ。そういうことです。信じられない。
ゲームシステム理解せず、せずにクリアした。いやエイリアンは怖かった、本当に。エイリアンはあれは面白い。だいぶじゃん、だいぶだいぶ良くない、いいんじゃないこれ。あともう仕上げぐらいじゃない、ここの部屋かな。ダウンダウンしてくるわ。はい、はいはいはい、結構あるんでね。あー、ここの壁はやばいな。久しぶりにしてはいい感じにダウンダウンできてるじゃないか。あー、あ、上上上、落ちてた、上。あ、はい、あー、これ、あ、いいね。とりあえず反応がないかだけちょっと一回勇気的な反応あるね。どこだ、なんだ、多分ね、足跡じゃないかな。おっしゃ、いや、もうつってないか。ここあるの、なんだ、木残し、この、あ、いや、あるな。反応強いぞ、何やってんの。反応強いぞ、何やってんの。ん、あ、これ足跡だ。この足跡いける？こっちこっち、これこれ、目の前。あ、はい、これで、まあ、なんかまだちょっと感じるんだよね。どこだ、何、モップ系の汚れ。ここが怪しいよ、この辺りが。え、モップ系の汚れ。あ、てん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 、いや、上じゃね、ここ。いや、綺麗にならんな。どこだ、下は、下は、いや、なんだろう、全然分からんけどな。まあ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 、置いとこう。とりあえずだ、今。あとは、埋めとくわ。はい、埋めてください。結構ありますね。あー、もうここやばいね。ここの壁がやばいっすからね、扉ね。そこね、どこ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 って下手くそが打ち上がってる。ちゃんとヘッドショット一発で狙えやいい。打ちすぎなんだ、あれ。よし、まだある、こっちか。で、今のうちにこっちの部屋を片付けておいて、あるね、よし。よし、おー、かわいいわ。よし、いいぞ、まだいいじゃんな、撃った後ぐらいな。どうせまたつくんでしょ、だってコンティニューしたら、ね、ここから始まるんでしょ、どうせ。始まる始まる。こんな、いいぞ、このレーザーで埋めるのもいいじゃん。なんかこうちょっとコンクリートのやつでこうフッフッて上からやれやん。そう、パテ埋めりゃええねん、パテ。てかシール貼ればいいんだよ。シールでいいよ。うん、どうせ打つんだか。あー、もうもうもう、あーらら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 ら、あー見出ちゃった。
なかなか手強いね。そうですか。え、燃やして手強い。汚れ、ここはち、狭いけど見逃しやすそうな。なんだ、あれ、90点以上取んないといけないんちって、取りたいねって言われた。ああ、何これ、外れてるだけか。よいしょ、あ、消えた。大丈夫ですか、ちゃんとやってます。やってますよ。1、2、おつ、1。オッケーオッケーオッケー、消えた消えた。お前の考えは、あの、トーテムと変わらんのか。おつ、1。トーテムと一緒じゃねえか、考え方。一緒よ。あれ、上ちょっと暗くて、こ、大体トーテムに立ったって、俺の知らないところでまず言い始めてたな、あれな。そうね。なんだなんだなんだ、よいしょ。お、感じるけど。感じます、感じ、あ、ティンティンティン、感じて、感じください。いや、もうそれが向こう側なんか、この部屋なんか、あ、もう、あー、いっぱいやったわ。ルパン三世みたいに打ち上がって、ルパン三世の一番最初にスポットライト浴びて、お前走ってる時のあの壁みたいになってんぞ、お前。わかるよね、やばいよね、うん、だってもう射殺気する気もあまりってことよく考えてみると、いや、あれは将来ゼニガタのじゃなくてゼニガタが、おい、やめろ、撃つなって言ってる時の、あ、撃たれてる時のルパンです。あ、なるほど。ルパン逮捕だって言われたところの、ちゃんと言って横の知らないところの国の人たちがババババババって撃っちゃう。怪盗って言ってんのにさ、うん、大泥棒って、大泥棒なだけなんだけどさ、もう射殺する気もあんまで撃たれてるから、まあ、しょうがないもん、ね、やばいなと思って。ルパン三世大好きだわね。シーズンによって違いますからね、服の色も。そうですね、今なんだ、青、今は青かな、青の黒の赤ネクタイかな。そう、まだあれの五右衛門のやつ見てないんだよな。あ、見てないの。見てないです。一時期ちゃんとルパン緑ジャケットもいますからね。そうだな、で、赤ジャケットもあるし。そうそうそう、へえ、いや、よかったな、粉魔女。おお、とっつぁん、そんなことしたら死んじまうぜ。言ってた言ってた。惜しい人なくしたな。ねえ、いろいろ言われておりますけど、すべておつじさんが悪いってこと。なんでだよ。ああ、あらら、その五右衛門のやつはね、超面白そうなんですよ。ネットフリで見えたんですよ。そう、あー、やばいじゃん。でも、この一番新しいルパンは割とハードコアだよね。あ、どこだね、わりかし一番新しい、一番新しいっていうか、まあ今や、俺の言ってた五右衛門のやつはかなりハードコア。ああ、そうそう、あれはもうね、どちらかというともうゼロ、ゼロ Z みたいな感じの。あー、助けてー、お父ちゃんさ、挟まって取れない。なに、どこ、どうした、どうした、どうした、どこで、あー、五人形が爆破しようか、そこ。そうですね、これ、あー、あー、持ち上がらない。気持ち悪い。やめてー、足ばっか出さないでー、引っ張ってこれか、足ばっか出さないでー。泣き言なんて聞きたくないからね。It's a beauty time! このゲームでは珍しく綺麗なお人形だな。本当？うん、普通に完全体な。
いやーもうこんな後ろと、もう階段の後ろとか暗くて見えないよ。そうね、どうすんのよ。明かりを持ってくしかないですよ。なるほど。あ、そういえばライトありましたっけ。ライトあります。用意しましょうか。まだいいかな。まだあるんだよな。どこだこれ。あ、これか。ん、何ですか。どうしたんですか先輩。まだ反応があるんすよ。ダメダメダメ、本当に。信じられない。人以下。人以下。人以下。いいね。ここで感じるんだよな。入らなくないこれ。まだそこら辺に落ちてるやつ全部入れちゃっていいよ。何？まあ入れたいのは山々なんですけど。反応があるけどすげえ分かりづらい。え、紙くず。よいしょ。あ、これか。ういー、まだ壊れて。早くしてくださいもん。やっぱ一つ言っていいですか。なんすか。上見ながら下にビームが行くってなかなか画期的ですよ、それね。これぐらいできて当たり前なんだ。上を向いてるのに下にビームが行ってる時点で。わからない。あっ。あったらしい。あ、天井意外とある。え、嘘。これがそれが反応したのか。あ、あの弾痕がね。そう、これか。これわかんないな。あ、これもか。アハ体験みたいになってる。勝手にこれもか。あ、いいね、減ったわ。これじゃああるのか。あるのか？これか？ああ、これあの炭の汚れだったのか。土汚れか。土汚れ。はいはいはい。見出して。いやちょっと休憩してくるわ。なん？鼻かみでだけだろおめえ。ちょっと休憩してくるから。おー、だから薬飲んどけって言ったじゃねえかよおい。あ、まあ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 、お構いなく。お構いなくんじゃない、ほんとに。アイス改善なんか治るわけねえんだよ女。いやー、ヨーグルト問題ね。ああ、飲むヨーグルト最近よく飲んでるわ。もうなんか周りの花粉症の人みんなもうなんか、いやー今年は薬を飲まずにヨーグルトで治そうかなとかって言ってるけど、治るわけないだろうって。花粉症じゃないやつに何言われても何も響かないのよ。本当に。ただの煽りっていう。よいしょ、よいしょ。確かに花粉症の連中を敵に回したら怖いな。もう襲われるよ。本当に。あー、いてて。ただでさえ今年の花粉症は気が立ってるっちゅう。そうだよ。いやどうにかならんか。ねえ。なんだ。あとは。意外と薬莢が。意外とね、薬莢がね、あるんですわ。ありますよ。床がね、ほんとに見づらいんでね、薬莢が。よいしょ。足やばいな。何？もうこのステージをクリアしたら俺たちも卒業しちゃうかもしれない。
ちょっと待って、大人さん。え？この足の量はなんだよ。この足の量。なんでここにこんなに足が悪いんだよ。足が出てくんなよ、無造作に。こんだけ足好きなの。え？引きがいいね、あんた。足好きでしょ、だって君も。なんで、じゃあお前どこが好きなんだよ。え？足だよ。足だろ？足だよ。やっぱり足だよ。何の話をしているんだ。ああ！たくや足が。いや、お尻もだよ。お尻もいいよ。足だよ。でも足だよ。足、足です。やっぱりね、やっぱりなんだかんだ言ってね、足。桃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 いっちゃうの。桃ですよ。桃。あ、そう。あとセリ。ふくらはぎ。ふくらはぎですね。禁断のふくらはぎ。ふくらはぎ。ふくらはぎなんですかね。ふくらはぎよりはまあ桃で。くるぶし。くるぶし。くるぶしはなかなかレベルが高いね。レベル高いね。くるぶしだけでこう。鳥のくるぶしでご飯食べるってなかなかない、ね。いいくるぶしだっつって。おやじ、くるぶし一丁。くるぶし。鳥にくるぶしがあるの。何言ってんすか。鳥の話ですからね。そう、鳥の話ですからね。やっぱ鳥足うまいですからね。香港ではよく食ってたから。あ、らしいね。うん、あるよ。普通にだってぶら下がってるんでしょ。ぶら下がってるよ。日本みたいに加工されてない状態で。おお。ぶら下がってる、ぶら下がってる。だから日本の子供たちみたく鶏肉がささみの状態で歩いてると思わないと。そう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 。ちゃんとここから加工されていくよって。テテ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 テ
モリはいいの？メモリ？うん。メモリいいよ。いいの？本当に。いい。大丈夫大丈夫。俺が。俺が許す。絶対そこ評価に響くと思うんだけどな。響かない響かない。響かないのね。大丈夫なのね。大丈夫大丈夫。出すぎじゃない違うものが。ねえねえ、なんでそんなに引くの？すごい。これ今回は引いてないぞ、足。マジで？1回ぐらいしか。おめえの分まで引いてるってことだな、俺が。ああ、そうだな。まあ、寝よう。えい！ありがとう。ぶちまけてやりたい。ぶちまけた瞬間にもう、キュン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 それは、それは何なの？え、何が？それは何の？それは俺がどうなってしまう時の音なの？もうどうなってしまって、それは大変じゃん。キュン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 つってボタンを押した瞬間にこうゴゴ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 つって門が開いてゴゴゴゴって開く開かない開く開かない開く開かないシューンって言って、で、ちょっとした後にジャギーンってもう一回開いて、そう、あーず地獄の門が開いて、君がうわーって言ってボーナス確定確定するんか、それここで確定するんかってなっちゃうかもしれない。あ、それは別に熱いでしょ。熱いでしょ。最近、あの、復活したところで復活しねえっていう、なんなんだそれは。この演出いいのかね。ちょっとこれじゃない。あのね、逆パターンほど腹立つものはないからね。そうですよ、本当に。ねえ、シンジ君とか、まあ、もうアスカとか、ね、アスカっつって、綾波とかが、アスカっつってこう、アスカっつってこう、で、ドックンっつって、おっ、来た！おっ、ドックンっつって、ドックンって、うわっ行くわよ、シンジっつって、おぉドリャーボカーボカーダメでしたなんだそれいや、おぉ、ボカするねボカするね。何の話は言いませんか、ね、何の話は言いませんかね、よく知りませんかね。エヴァンゲリオン面白いねって話です。エヴァンゲリオン面白いです。大変に面白い。ただ一つだけ言っていい？はい。まだね、ほとんどね、あの劇場版うん、ほとんど見てないんだよねアニメ版全部見てんの。まあね、わかる。どうなってるかが正直わからない。でもなんかこの間あれだよ、なんか3分でわかるエヴァンゲリオン新劇場版みたいなのがあった。あれそれ、普通に公式、カラーさんから公式で、てこれを見れば3分で今までの内容がわかる。素晴らしい、見る。あのね、
こう分かりやすく解説してみたみたいなのもあってね、それはねすごい分かりやすかった。あ、そう。いや、そもそも俺がだって当時見てたら全然分かんなかった。分かんないでしょ。だって、あれだって、いくつだろう。俺が16ぐらいだから、今から23年ぐらい前だね。確かそう、23、4年前。話がそもそも分かんなかったもん、テレビ版は。けどね、こう、まあそもそも、あの使徒が来て、くっついちゃうとドーン。まあまあ、で簡単に言うとそうや、くっついちゃうとドーン、だからくっつかないように頑張って、同じこう敵対しないといけない、ね、シンジ君たちみたいなのがね、こう乗ってあのロボットを動かせるのが彼ら適合してる人たちだけだ。ロボットじゃないわ、人造人間よ。やばいやばい、怒られるわ、ロボットって言ったら人造、うん、いっちゃんに、いっちゃんに怒られるわ。あぶね、よいしょ。で、おお、すげえ綺麗じゃん。でしょ、綺麗じゃん。ちょっと、いやジョンウィックのゲームもしたい。なんかね、ちょっとなんかあれなのよ、なんかこうジョンウィックみたいなゲームはなんか情報見たのよ。あ、そうなの。でも、うん、みんなが想像してるようななんかジョンウィックを FPS で操作しながらこうどんどん戦うとかそういうのじゃなくて、うん、ここから敵が出てきます、この接近戦モーションでやって、うん、その後次出てくるのをこの銃で狙ってみたいな、ちょっとこうシミュレーション系のジョンウィックだ。それスーパーホットやないかい。そんな感じだね、トジャ君。うん、それスーパーホットやないかい。いやー、せよね。でも、ヒゲ面の長髪の男は出ないって言ってるんですよ。じゃあそれスーパーホットちゃうやん。ジョンウィックちゃうやろ。よいしょ。どうしたの今の、どうしたの、なんで。もうジョンウィック。邪魔だね、俺の。俺今だ、俺たちジョンウィックプレイしてるつもりでやればいいんじゃないの。あー、なるほど。おら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 、ヘッドショット、ヘッドショット、汚れをヘッドショット。悲しい。汚れをヘッドショット。汚れをヘッドショット、もう単語がダサい。だって俺たちジョンウィックに出てくるあれコインもらって綺麗にする方じゃない。そうだよ、清掃屋の方だ。しかも清掃屋のあの親父の方じゃないからね。うん、親父の方じゃない、あの屈強な男たちの方だ。ういみたいな感じで。そう。あ、それも最近コントロールっていうゲームをやってるんですけど。あ、やったんですね。女性が主人公の。そうそうそう。あのね、なんかそのニュー、その場所、はい、ビルに入る時の注意書きとして、HB 以上の鉛筆を持ち込んではいけないって言って、何のことかなと思ったら、どうやらジョーミックネタだったみたいな。あー、まあそうですね。バーバリー映画は、よいしょ。そう。鉛筆で殺せちゃうから全員。そうね、いやでも急に鉛筆持ってっちゃダメって言われてもこう、なんかちょいってなるね。そう、見てたら分かって、知ってはいるんだけど。ジョンウィックネタですね、もう必ずジョンウィックの話になる、伝説の話になる、あいつは鉛筆で人を殺せてしまうっていう。3人もこれ、3人もだ、お前は分かっていないみたいな感じで。ちなみに言ってたなんだっけ、ロシア系のマフィアの、はいはい、おっちゃん、おっちゃんいますね、俳優さん、うん、そう、人あれですからね、なんだっけ、アンティルドドンの、アンティルドドンの人ですね。そうワンの方だっけ。ワンの方だね。だよね、うん、ワンの方っていうか、まあ、アンティルドドンね、マンオブメダンじゃなくてアンティルドドン、アンテンドドン、はい、あれの先生役の人がうわ、いや、広がった汚れが。おお、ちょっと暗い。明かりをつけましょう、ボンボリに。お